チェックポイントにヘリを操作しつつ、強行着陸した後に、基地の制圧ですね。このエネミーベース、鉛筆マーカーに1個分単位以上を駐留させることで、クリアとなります。はい。敵は、まあ、BTR とか中心とした反乱軍です。天候は晴れ。我々は中央即連と西部方面航空。始まっちゃった。これアドミン取れてない。無線書いてあったかな。無線書いてあるからなんとかなるよ。ツーワン51。52だったっけ。あやった。また52かな。53か。あえて23の人は53。じゃあ50でも先チェックしておきますね。ツーワン51。正体1分隊51チェック。オーケーオーケー。56チェック。ボルに聞こえた。決め手さん、前出たい、それとも後ろで言いたい。入ってます。前でいいですよ。了解。テクニックソンの素材は ATC どちら様でしたっけ。トムシさんか。とりあえずトムシさんは赤。了解。決め手さんも赤でお願いします。そして、本間さん、バスカントさんに、玉持ちさせてください。で、お二人とも青でお願いします。で、ボックさん赤、ナマケさんは青で。確認よろしい？ハヤテ20から、ハヤテ2各分隊無線チェックを行う、ワンより遅れ。ショーホン、こちら第一、無線艦名両方遅れ。はい、第1分隊、艦名良好です。こちら、2-2、遅れ。はい、2-2、こちら、2、失礼、20です。無線艦名よし。2023、艦名よし、艦名遅れ。こちら、20、23、無線艦名よし。あれ20より、これ、耳栓入んない？あえて、第2初手、オールステーションあって、これ耳栓入らないやつじゃないですか。耳栓いらないやつだよ。あ、コレクション、はやって2人、はやって2人へ。こちら2人、遅れ。はやって2人へ。2人分隊、AT 何本所有しているか確認お願いします。確認ご報告お願いします。送ります。対戦車鍵にあっては、AT 車の持つラム1本、1本、パンザーファースト3ですね。こちら1本のみです。がバランスよく入ってるな。はい、はやって2人了解。いるしはラグだわ。パンタ人そうそうしたら23の人はタマさんのチームリーダーのタマさん、オフさん、サクレイさん、青、私、ツバメさん、マキさん、赤でいきましょう。ゲノさん聞いて、キロ2今日ぜんざい食ってやがる、あの野郎。ああ、そしてさ、キーボードにこぼれろって言っといて。でさ、聞こえてんぞ。あれ途中でさ、ブリーフィング終わっちゃったじゃん、うん、さっき。それでさ、無線なんですかって聞いてきたからさ、マップいるよっつってさ、マップ見させたらさ、50ですねとかふざけたことに出してたんだね。あー、ヘリパイダメなんじゃないか。ほんとだよ、ほんとだよ、言ってないよ、ダメだよ。文字も読めない人にパイロットできないよ。ほんとだよ。めっちゃ言い返したいけど、何も言い返せんね。ちゃんとよく見ろよ、お前は。ハヤテとハンターを見間違えた。おかしいだろ、さ。なんか、パッと見て、あ、H から始まってると、2って書いてる、あ、これだと思って。おかしい、それはおかしいよ、お前。で、なんか、スキルさんが 32.1 とか言ったから、何言ってんだろうと思って。お前。そう、スキルさんなんか言ってんだと思って。あ、これ、ハマさん、もし、マイクロダガー持ってたら、吸っといてください。吐くよ、こいつはよ。うん、もうこう本当にこうやって猛獄してるから、どうにかした方がいいよ、ゲノさん、こいつ。やっぱ近いうちにちょっときます。キーボードになんかこぼしてもらわないとね。痛い目見ないと分かんないよ。最強の、最強のとこに。いや、かなり強い、一日飲んでから。薬飲んでるときはダメだよ、やっぱ。うん、まあ本音からいいよね。かれこれ2週間ぐらい飲んでない。軍隊長、レッドリーダーはベクター持っておりません。あえて、二間より各隊あて、各隊で、チームリーダー以下で、もし、マイコダガット所持している場合は、速やかに汗戻すように確認お願いします。二人確認しました。チームリーダー
2万、あ、以下はベクターまだ持ってないそうです。2人了解確認します。2、3了解、さらに送る。大きい方のダガーについて配布予定、これはありますか？あふれ確認したい。ダガーについては SM も持ってないってことで間違いないですか？デカダガーです。その通り、23分隊長及び班長については通常のダガーについてもこれを所持していない。あふれまだまだ了解中で確認します。少々お待ちください。これ、姫手さん、距離測れないんだったら、僕、シワファイアの。日本国旗の下に、あれ、僕の声聞こえますか？書かれたインベントリーボックスあります。中に、ライフグレネードが。姫手さん、マイクミートで喋ってました。さっき聞いてたんですけど、姫手さん、ベクター持ってないんで、距離測れないんだったら、僕、シワファイさんさんの下の方がいいですかね？どうなんですか？ちょっと相談してみましょうか。行ってきまーす。シワファイさん、こんばんは。あと、重量制限等はないですが。こちら、レッドなんですけれども、アンサーハース3あります。しかし、私が即興できないので、ブルーの方が効率よく運用できると思いますが、どうされますか？いや、もう一つ、レッドで戻ってたのは、あれっすね。もう当たる位置まで近寄りゃいいんで、100メートル未満で。了解でーす。100だったら当てれる人ともしさん。これで今30。100ならいけるでしょうというかな。はい。あれやばいって時はこっちで速攻するんで。よくです。遠い時は、はい、大丈夫です。ありがとうございます。前線に出るんで、その速攻的な運用は姫手さんに一任します。できちゃっていいです。はい。了解。その照準器一応簡単ですけど、距離測れる。ああ、それは分かってます。はい。じゃあ大丈夫かな。最悪それでやりましょう。ここは何回参加されたことですね。ここは、これで、僕から離れないようにお願いします。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シャオファイヤーさん。はいはいはい。これブルーはブルー運用、それともシャオファイヤーの下運用ですか？ブルー運用にしようかな。大まかさできます？逆に。できるっちゃできますけど。はい、じゃあ、ブルー運用。え、なんか腰効いてないように見えますけど、大丈夫ですか、本間さん。マジで、マジで、マジで、マジで。今回2000円いらないやつか。たまいっぱい持ってます。焦るよ。なんか知らない2000円くらい持っていけねえのかな。じゃあ本間さん、基本ブルー運用ですけど、まあ基本的に俺に、俺先導しますんで、一緒に来てくれるのありがたいです。やばい。えい。蓋まるより早くて、蓋。各所隊第2小隊各隊やって、各分隊長にあってはマイクロダガーおよびダガーおよび GPS 等の配布はなし、マップと、コンパスのみを頼りに指揮を取ってください。以上。2人とでエネミーベースの余韻があると思うので、フラッシュマンは2つ以上持っておきましょう。23両えらい。何捕虜いねえから爆発しろ。ぶっちゃけ今回ね、大統領を殺してもいいなら持ってってもいいかなと思って。俺フラグそれを確認したよ。俺さっき呼び名え、だって救出せよって書かれてないから全部爆発で殺せるから。処方大使よくれ。まあミサイルあるっぽいから。こちら二窓二人どうぞ。今回エネミーベース制圧というタスクですが、内部大統領いる恐れもありますが、クリアリングの際、フラッシュバーン、必要ですか？必要なければ、こちら、フラグで全て代用したい。フラグで全て代用したい。割り切るな。いや、別に外交問題は外務省の恐れがあるでしょ。蓋は変えて第二小隊、拡大やって、まだ中隊メールまでですので、確定ではないですが、特に大統領を生きたまま確保するというような指示は受けてないので、まあ万が一殺してしまっても問題ないものと現時点ではしておきます。第一了解終わり。いいね。今回地域物質はありません。フラグで全部ルームクレアリングを行いましょう。了解。ルームクレアリングフラグだけたまにやらないんだな。号令したら並んでほしいから後で練習しよう。なんかこれかなりこれですか。いいですよ。そう了解。ありがとう。テントの前に、たまにサポートしてくれるんじゃないかな。テントの前に箱があるんで、たくさんとフレートマンさんも必要だったら送ってください。あっちの、なんだ、テントの近く。
赤と青で、あれ二列渋滞で赤と青で分けましょうか。そうしたら左手側に赤、右手側に青。私のやる一つ減らしてもいいっすね。ちょっと少女的な。ありがとう、付き合ってくれて。いえいえ、たまにはね、やりましょう。かっこよく。おしさんは私の後ろをついていただければ大丈夫です。ロスタージュニスさんには ここにいらっしゃらないけど一番後ろですね。まあね、ここはレベル高いからね、何も言わずに。そうそうそう。やっぱね、第一分隊ってだけあってナンバーワンだから。ラムダよ、ラムダ好き。あの、なんだろう、分隊下に行けば行くほどなんかさ、そこそこ見覚えのある人間ばっかだ。ええ、あれ、その分俺逃走する率一番高いんで。さすが。いや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 、ガチガチか、正直見慣れないなって人いないんで大丈夫っすよ。今回スーパーバージョン知らない人いないんで。レンドはね、他のタイよりどこよりも高い。任せときな、勝手に死ななければ勝てるよ。勝手に死ぬんだよな。何よりそう言ってる俺が一番最初に勝手に死ぬから勘弁して。分隊長後ろにいて。いや、やっぱね、前に、偉い人ほど前に立たないと俺、ノブリス・オブ・リージュ信じてるから。そういう人が死ぬのをたくさん見てきたから、俺。あ、そうか、本場さん、今日メディックじゃねえんだ。珍しい。珍しい、確かに。投げたんだよ。整列してみましょうか、じゃあ。整列。整列、レッド、分隊長の左へ。あれ、こっちにレッド、こっちにブルー。お、レッドは分隊長から見て左で。後ろに並ぶ？ん？そう。あ、こんな感じで大丈夫っす。お、すげえすげえすげえ。じゃあこの並びでいきましょうか。あとで呼んだら。行きましょうか。はい。じゃあブリックだけ見せていきましょう。じゃあ俺がこう向いとくんでこの感じでいきましょうか。そうですね。はーい。お、すげえ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 。じゃあ呼ぶまでもうあとは自由にしてもらって大丈夫です。ありがとうございます。了解。レッド解散しましょう。今回ポイントマンは私が取りますんで大丈夫でーす。特にすることもねえや。感動したわ、ちょっとディンボさんこれ感動して泣くんじゃね。ただの好みで全員喋れるよね、こっちは。ブルーは怠けさんも喋れるし、マスカンさんも喋れるし、キッション奥さん俺と一心同体だもんな。よし、今日は姫手さんの言うこと聞くんだよ。AR も腐るほど欲しいけどだろ。頑張ってください。いや、あのね、早めに打たないとね。奥さん本当にボディーランゲージすげえ上達してるよね。なんか数年かけて。いや、すげえわ、本当。上達高いやつにはね、もう聞いたのかな。奥さんとひまわりさんはね、喋らないから、その代わりにボディーランゲージ聡明から。そうそうそう。大丈夫ですか。あ、今クレオメさん、あれひまわりさんって呼ばれてるんですか。なんてこった。あ、前のひまわりさん、ひまわりで途中からクレオメって。あ、そうなんですか。そうなんですよ。俺だから俺とか、まあ他にもたくさんいますけど、アジさんとかもひまわりさんと呼んでください。あ、そうなんですね。あ、じゃあ俺もひまわりさんって呼んだ方がいいのかな。今度聞いてみよう。コサヘイブ、コサヘイブ、コサヘイブリ、俺ブルーとこぶってくよ。年くらい前だっけな、変えたの。1年半くらいかな。おしゃれいっぱいしないかどうしよう。まだ中隊ブリーフも終わってないから。お、今日は軽いですね。19キロです。さあ。自衛官がこんなにバンデージ持ってることないっすよ。事実を述べてはいけない。自衛官装備したら傷2カ所ぐらいしか直せないんじゃないの。2カ所直せると1カ所でやっとっす。ダメやんけ。だけど今回のさ、あの最初から入ってるやつすごくありがたい。俺の構成と合ってるから。リファイドになりましたよ。いいっすね。ベーシック入れてね、あたりすごくいいわ。個人的には416入れてほしかったっすね。中速なら。いやー、まだ使ってねえよ。あいつら。そうなんだ。その度に構成が変わるやつを。え、結構写真で416使ってません？いや、あんま見ないっすね。あ、マジっすか。もう4時ぐらいまでやってます。やば。4時5時ぐらい。まあまあまあ。これは、まあ、俺249だから何しろ関係ねえわ。249大事っすからね、やっぱ。いや、マジで249強いから、このゲーム。はい。いや、
だから、だからロシアン、ロシアン LMG はやらない。で、さ、スカで合わせたぶん十何人 CQB で死んでますから。あれ、すげえ話聞こえたんだけど。死んでるの見ちゃって。昨日めちゃくちゃ死んだんですよ。昨日10人ぐらい死んで、8人死んだった。CQB で。あれ、教会入ろうとしたら。あの、2人質補正レスキューですか。いや、あ、そうだったっけ。あ、そうだそうだ、昨日は。あれは難しいっすよ、ドア貫通しますし。あれ、ドアまで CQB っすよ。あれ、どうすぶっちゃけ。そうですね、ドア両開き。多分片側にそれぞれチームが昨日も死んで、一昨日もめちゃくちゃ死んで、それぞれチームが張り付いて、俺は外から見てたけどね。そうですね、それゲラゲラ笑いながら見たかったっすわ。いやー、昨日は散々だったから。ただ廊下じゃない。いやいや、大丈夫、今日はね、俺が分隊長だから撃たれますよ、ぶっちゃけ。いや、もう最近メディックやっぱ後ろいるのないっすよ。ドアの周り楽しいっすもん、一人で笑ってないから。ラッシュバンを両側から投げ込んで、そっちにフックするしかないんじゃないかなと思いましたけど、多分アルファにミサイルあって、ブラボーになんかあるな、人質かなんか。アルファ行きてえな、アルファ行くんじゃねえ？オッケー、まだ使えんぞ、多分。どうなんだろう、これ。いやー、あと今回は弱いし、もう人数生かして入るのとは、そっちの方が強いんですよ。梅田さんいる？はい。ちょっとトイレ行ってくるんで無線お願いします。了解。キルゾーンの中に全員が止まったところに、みんな動きが悪かったね。動画見ましたけど、こんなところでラムシュもお手洗い行ってきます。了解。森の中とかだと意外と綺麗に入ってたんで、すぐあそこから抜けない。今回グレポンないの？オレンジとかじゃあ、あれ抜けられるんか。あのライフルグレネード、あれ難しい気がする。ああ、あれはロスさんにもなかった。一旦戻った方が良かったとかって言ってました。ライフルグレネードそもそも多分ロスさん関係ないです。だからあの8球だけつけられるじゃん。やっぱりいいのかなっていう話しましたね。あれ入ってなかったんだ。天の声の時、天の声じゃなくて、多分どっか別の箱にあるんだよ。あるのかな。あるなら上からもう回ってきてそうだけど。あれは中入ってウッタラコーターできる気がするじゃないですか。確かに。ねえなこれ。確かに。でかいし、なんかよくわからん顔を消されるに入る。どうせ高点差、お帰り。突入するんだったら、もうさっきぐらい準備してやるしかないかなと思ったんですけど、突入がそもそもあんまり良くないのかな。最近俺ギター始めたんですよ。おう。練習してていいですか？こちらはまだです。どうぞ。あざーす。あのもっと入れなきゃ、あのギターもっとっていうか、持ってるやつ。あれ、あれやった。生えて2マグより生えて第2小隊確認あって、小隊ビリフィングですが、一番ノース側のアーセナル、一番ノース側のアーセナル、この付近で行います。各隊集合お願いします。全員出席です。全員出席。第1了解。一番ノースのアーセナルでブリフィング始まります。皆さん、場所再送願うお声。そうする一番北側のアーセナル、このカマット付近、こちらで初対面を行います。ラムシュ戻りました。兄さん了。これかけながら行くわけです。いや、こうだわかんない。知りましたね、彼は。えこの辺り。あえて二までより各隊へ、ちょっと第二のゼック、第一小隊と場所かぶっちゃったんで、さっき言ったアーセナルから少しノース側のカーボコ、この前でシャッター前で行います。バンカーでやるって。もうりました。一番ノースのバンカー第1両初代ブリーフィング中なのでペットコピー第2両解。2、3両ペット精霊分隊精霊分隊精霊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 分隊長、僕らも並びますか。並べ第1出頭完了。いいじゃない。イントネーションがそれ。あとはチューポートで。そこは分かれて言ってよ。いや、あとはチューポートで。エディターでポン置きした感じ。エディターは。エディターでポン置きした。まあいいっすよ、もう。本当にもう大丈夫ですよ。あとはまた見せつけるときに。設定した瞬間に跳ね始める。チージリになっていくやつですね。解散、解散。はい、大体揃いましたかね。第2全員出動してますね。後でお願いします。ただ、初手ビング始めます。はい、お願いします。タップチェック。はい、これなんですが、このヘリに登場して、そのまま北
上します。で、AO に入る、まあ AO に入ったんです。チェックポイント付近には敵車列に対し、また上空からヘリによる、走車をかけた後、このままぐるっと北側に回った後、ランディングゾーンに降り、そこから前進していくというになっています。で、フェーズライン1、我が隊の、インサーションポイントですね、この付近に家屋があるので、一旦ここで進行体系を整えた後、そのサウスイーストに向けて前進していきます。この体系はサウスウェストから2人と2人2人3で、その早手第1小隊は我々のサウスウェストに展開するというふうになっています。で、このままライン1まで特に何事もなければ平押しで押していこうというふうに思っています。ライン1での展開なんですが、ライン1の付近でまで一旦出た後、この付近からオブシクトアルファおよびエネミーベースの敵上の偵察、それからサウス側から進行する早手第1小隊の前進援護を行います。具体的な配置ですが、ライン1の北側のツリーライン、この付近に1個分隊を当て、他2人2人は受けて1人付近に展開、サウスイーストの敵地の偵察と、サウスから前進する早手第1小隊の援護を行っていただきます。で、早手第2小隊がフェーズライン2を超え、KT1 2つに展開し終えた段階で、我が隊の前進を開始し、先にオブジェクトアルファ、敵地のノース側の施設から、制圧を行っていきます。まあ、インサーションノースとインサーションウェストを来ましたが、まあ、敵基地がフェニーブラボーとオブジェクトアルファの両方の関係を考え、多分インサーションノースからの侵入になるかというふうに思います。キャスですが、レッドスモークを展開後、即時キャスが降りてきます。ただし今回、手投げの赤スモークしかないと思うので、一応、招待本部に、一回様子を入れていただいていいでしょうか。多分、手投げレッドスモークだと有効範囲が、届く範囲が狭いので、赤スモークから多分、サウスベストに50メートルとか、そういうような指定になるかと思います。なので、一回招待本部にその様子を入れる必要があるんで、一回、招待本部に、あ、すみません、招待本部に、キャスト要請する旨の連絡をお願いします。その後にレッドスモークを展開するようにしてください。 AO 侵入がウポンズフリーとなります。各分隊長から何かありますか？よろしいですか？どうぞ。 KT 人人人、こちらに展開する際、第2第1の展開地なんですが、第2はおそらくこのツリーラインに展開すると思うんですが、第1、この際こちらのツリーラインに展開したいんですが、よろしいですか？ここまで出ちゃうと、結構、何でしょうね。つまり、一二三ぐらいか車線が通っちゃうんですね。このライン1ぐらいだと、結局ここだったら変わんないんで、じゃあこの釣りライン展開ですか？まあそうですね。ちょっとこれ広めに取ったんで。であれば、この両線のこのノース側に展開してほしい考えを考えてますね。いやー、了解です。わかりました。まあその際、こちら損も出ると思われますが、よろしいですか？この両線であればですかね。おそらくこのツリーラインまでであれば損耗は出ないんですが、その際は、他分隊への火力支援、並びに第一への火力支援は不可能です。で、この両線であれば結局このツリーラインで第一への、支援射撃は不可能、並びに第二第三への支援射撃もおそらく不可能、普通です。であればこのツリーラインまで出て、ただそれでここまで出ちゃうと、そうですね、1フタ3であればこのツリーラインで十分遮蔽は可能だと思われます。はい、ちょっと位置直しておきますね。でしない方がいいかな。そしたら、いや、ちょっとしたらですね、 KT 人人付近に2個分隊展開させて、サウスイーストとサウスカ先進する第1分隊の支援、もう1個の分隊は北側、北3分隊は北側のツリーラインについて側面の支援、警戒に当たってもらうようにします。よろしいでしょうか？了解。では第1にあっては、基本的にこちらのツリーライン展開して、第1分隊、第1小隊の支援に当たります。はい、第2分隊からいきますか？どうぞ。特にないです。はい、3分隊長どうですか？補給物資の扱いは何かありますか？途中でどこか投下予定があるとかは、まだ聞いてないですね。
確認しておきます。KTU AT は1本のみなんで、多分必ず必要になると思います。一番補給しやすいタイミングが KT 人人人に展開したぐらいなんで、そのあたりで1個寄せするにしておきます。どうぞ。あ、そういえば、キュアリってあります？ちょっと待っていただきます。あ、失礼。そうですか、了解。それすげえ大変ですね。なんで2色2色か。はい。じゃあ、第2招待の方では、パープのスモークを使うというふうに言っといてください。あ、なるほど。大変だ。やばい。すいません、再度ちょっとキャスルールについて、周知を行います。赤スモークを展開した場合ですが、その地点に即時キャスを入れてきます。手投げの赤スモークなんで、場合によってはデンジャークローズになる場合があります。注意しておいてください。続けて、スモーク、カラースモークを展開して、その地点から、カラースモークを展開した地点から、まあ、ハウスウェストに 500m というような指定を行う場合、この場合はパープルスモーク、ライン焦点だったらパープルスモークを使用して、この焦点キャスを行います。よろしいでしょうか。第1両。ライム隊どうですか？了解です。予算大丈夫です？兄さん了解ですか？レッドしか使えません。了解です。式書きとか大変だなこれ。衣装とか。まあいねえかパイロットだから。そしたらヘフニックさん決まりお願いします。カモンボコ側です。カモンボコ側の縦列。カモンボコ側の縦列了解。サウス側の縦列ってことは間違いないですね。はい、そうです。了解。2機、UH1 を2機でよろしいですかね。はい、あんな、UH1。了解。今日に送ります。我々にあっては、2列並んでいるヘリのうち、サウス側の列、サウス側の列を使用します。一番、イースト側のヘリから第1分隊、第2分隊、第3分隊に登場するようにしてください。各隊、両立したか、大丈夫ですか？あのサウスイース大丈夫なんですよね。そうです。はい、了解です。第1。サウスが、OK、第2了解。あの、奥の方ね。兄さん、右奥っていう解釈でよろしいですか？一番右奥で問題ないです。はい、了解。いや、あれから数えて、あれが一番奥のが第1分隊。そこから数えて第2、第3というふうになってますね。一番奥じゃなくて、その、第1、第2はあの一番奥の左じゃないですか。そうですよ。はい、了解。第1が一番サウスイーストのやつですね。サウスイースト、了解。手前側の機体？手前がうちらで、その1個奥が第3じゃん。ヘリが2列並んでるんで、サウス側の列を第2招待で使います。あの、ここから見て、奥か手前かでお願いします。ここから見て、奥側の方です、ね。奥が我々の招待？そうです。はい、了解。奥で前から1、2、3。そうです。はい、了解。危ねえ、俺認識間違ってた。完璧じゃねえ、私物の CC をつきやつがめっちゃ超いいし。そしたらなければ解散とします。はい、了解。完璧じゃねえ、ゴーグルつけてんじゃねえ、ランカー。メガネぐらいいいだろ、完璧で戦えるわけねえ。ダメだよ。ダメ決まってんだろ、舞台の乱れだよ。そのクラス外せ。じゃあ、各員解散してください。ちょっと、退職するわ。あ、40ワッティさんです。はい、芸能さん、これは赤でお願いします。赤了解。大丈夫ですよ。で、あと、第1集合そこに、はい。各分隊、ちょっと早急に出した方がいいってなんかあるんで、3発ぐらい持ってきて、はい、よかったです。ブレイク、スタンバーのように各隊へ、登場してきてほしいってます。各分隊あっては、追加のブリーフィング必要な場合、登場してからお考えてください。あ、了解。じゃあ、各員、パープルスモーク持てるようであれば、持ってから、さっきのヘリに登場で。一応前で待っときます。了解。これでヘリから撃つことあると思いますか？ぶっちゃけねえべ。いやっさ。つうかさ、逆に俺たちの手から取られたくねえから、いいよ。そんな…店いらない。俺がこれ飛ばしていいの逆に。いいね。強行着陸だったらやりたかったよ俺。
下丸こちら、ふたふた搭乗完了、待機中。第一、これだ、乗れ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 。乗ります。乗りましょう。ドアがもうない。一番右奥のヘリコプター。いや、UH1。プロ全員搭乗完了。左番で右ロケットか。お、ズキルさんか、こいつのパイロット。うん。頼んだわ。ただいま搭乗完了です。よ。ショーン大事、搭乗完了、グレー。二人搭乗完了、了解。じゃあ、軽くブリーフィングしましょうか。各位マップチェック。チェック。LZ 到着完了後、速やかにこのツリーラインで展開しましょう。ここで集合完了後、このツリーライン沿いに、サウスイーストへ、進行。この建物を基準に進行ルートを整えましょうか、この矢印通りに。で、その後、方位に、150あたりにあるこのツリーラインを目指して前進。その後、このツリーライン沿いに、こう行ってから、KT1 人1人を目指して前進しましょう。で、その後、KT1 人1人付近、このツリーラインで展開、サウスウェストの警戒ですね。第一の援護ってさっきは言いましたけど、絶対無理です。なので、第一部隊の支援に前進しましょう。2さんオフレ2さん、今どの辺に乗ってます？2さん、今、当該機搭乗中です。10秒お待ちください。3、2さん、了解。はい、ネットから質問があります。どうぞ、無線で。はい、体型とかは分隊長の方から指定がある感じですか？それともレッドの班長の方で指定していい感じでしょうか？どうぞ。ポイントはレッドリードなのでレッドにお任せしますが、230に多分ライトヘビーがいいと思います。ライトヘビーが基準です。了解です。いや、まあ状況に応じて全てお任せします。はい、了解。3人しかいないので左右に1人ずつつけるウェッジ体系が基本となるかと思います。よっ。じゃあ、まあブルーで薄い方は取ります。了解。少なくても減りますよ。あれ、遮蔽につけば大丈夫だけど、死ななきゃいいよ。あれ、死んだら靴ひと一人減るから、あれ結構火力が少なくなるからみんな死なないで。早く2人より早く各種隊員招待拡大やって、チェックポイント上空ですが、各分隊にあっては車載で出席兵器搭載の240と10に使用してよろしいです。車載の240と10使っていいんで。第1両第2了解。2番ナー了解。2、3両新通るか分かんないですか？ちょっと右かな。
セルフ BGM って感じ。あえて再びロードステーション、現在緊急で中です。もしばらくお待ちください。レシ不要。ただ用ステーション侵入開始。確認侵入開始で。
なんか前の人たちが大体帰って大将でボーステーションあって、この後にあっては、各隊ディレクトの地 A を超え、フェーズライン1、拠点を展開しまで前進開始せよ。第2了解。違反了。分かる。いや、ギルさん、ボディエフで出るでしょ。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 第2了解。なんか歩けって言われたけど、無視していいよ。了解。とりあえず、あれ、何時分までは走ってこいでしょ、どこから行くか。了解。とりあえず、さっき言った通りのスペースの次にラインで、何時分。まもなくやる次、こうちゃく、応答不要。まるから早く各部隊至急早く2各チーム、集合後各マーカーに向け移動開始せよ。大丈夫、リグループ完了。これより前進開始徒歩です。 OK、 レッドリグループ完了。本当レッド1人まだリグループできてないよ。あれふたふた了解、歩きにてマーカーしてもらう。なんで嘘言ったの。了解。
鴨志さん、見てついてください。歩きで、はい。僕、僕は右ですか。さん、右後ろによろしく。二人とも右ですか。あれ？あ、鴨志さん、左でお願いします。了解です。じゃあ、ブルーは俺についてる感じで。はい。じゃあ、間挟む感じですね。そうっすね。俺知りたくないんで。人さんこっちまで来てんだよ。あいつら頭いってんじゃねえかおい。あそこまでマジで展開ライン出してるかなと思ってて。諸本大臣送れ。大臣どうぞ。大臣の展開ラインこちら早手人さんと被りますが、このまま前進してよろしいですか。フォーマティブ。あフォーマティブ。サウスイース150度に。第3分かあり。第1小隊の第3分隊動き始めてるんで、その初手の位置に向かってください。第1両、通信終わり。でさっきまで、第人さんがいたあの釣り合いまで行きましょうか。で、ファイルか。アンダーファイヤー。影にダッシュ。早て、釣り合いまで行くよ。早て、第1小隊をステーションあって、歩き速度を解除。第1小隊の構成始まってるみたいです。第1、構成開始。2人を1回バックベースになる。でさっきのコンクリートバンカーレッド監視この位置でいいよ。マスクさん、了解。左手了解。マスクさん、はい。こっちの方から。どっちバンカーの左右の。了解。さっきのバンカーから降りた斜面のあたり行ってきますね。サウスイースト今のプロ23音で時差どうぞ。23の現在地から東およそ 400m 付近、稜線上に燃えてる何かを確認。詳細不明。
手前の了解、上空からの情報は来てない。各班で僕が確認させます。ダセットの電話コードを開始してください。ネットコピーブルレオ。多分人4号から人3号に出てくるね。それでよろしく。サマルフタさん、タさんどうぞ。フタマル、先ほどの情報について追加情報。おそらく味方のヘリコプター UH60 に似た機影。これフタマル了解、詳細確認中。なお現在キャストオフライン。23両、23そのままサウスイーストの追加に接していけるか。OK、 23確認するか。フェーズライン1は通過許可でよろしいか。 OK、 その通りである。23了解、フェーズライン2まで前進開始する。OK、 でも23にあっては先ほど前進した通りサウスイーストの追加ラインまで前進した後、その外縁で一旦停止するようにしてください。23両。第1より第3追加情報を送りたい、よろしいか。送れ。さあどうぞ。我の位置より、方位130、こちらの位置に敵ワンファイアチーム両線向こうに確認した。第2および第3前進地点で脅威になる可能性あり、こちら通達願いたい。送れ。さあ了解。いや来ないぞ、どうなってるんだ。これでは撃てない。ハヤテフタフタ、ハヤテフタフタにあってもそのままサウスイーストの方向の追加に向け前進開始してください。こちらフタフタ了解、前進開始します。メテさん、あれ、あ、姫さんだと思って喋りかけたらボックスさんだった。ずっと前で友達にこのまま停止です。はい、入ってるかい。道路を挟んでもう一本向こうの木まで行きませんか。あ、敵の発砲音するのは両線の裏ですね。だから俺たちじゃなくてしょうがない。遅れ。一本前の道路を渡った釣り合いまで行きたい。いいですか。いいっすよ。了解。じゃあ奥さんともした前。了解。一人一本ずつ立って。オッケーオッケー。そんな感じで。あ、いいね。いい感じ。で、警戒方法さっき言った通りでお願いします。あの辺味方いるんで気をつけてください。あの辺味方いる。あの辺味方いるんで気をつけてください。どのあたりですか？正体が進んでる。右左？20こちら23をくれ。ふたさんどうぞ。23、前進予定地点 KT 人人人、こちらの地点に敵のコンクリートバンカーを確認。中については歩兵が数名点在している。オペ了解。現在チャストオフライトこれを歩兵で排除します。訂正2名。23両。だんだん南下してきてる。この赤い2つ赤い T ラインで3線との対し下の赤い T のセットあたりに自家対策として一旦待機テイク。さあ行った人へ。2人、を追い越し、もう一歩先のセレメンゼンシを回ってください。ホイをサウスイースト。あー、了解者が現在、構成中、ホイにあっては、我の位置より人人丸、ツリーライン、敵規模にあってはワンファイアチーム。こちら排除せずに前進でよろしいか。セアシア続行、さっきの、赤い根元あたりの、多分まだ2人いるね。ふたふた、こちらの注意サウスを向かう敵の可能性あり、これ多分殺すのかなってください。失礼、消防、大事やつは全身この継続でよろしいか。アマディブ、ふたふたの方、ふたふたの方で突っ込んでほしい敵はやらせます。ふたふたの量、全身する、OK。どうぞ。はい、了解、終わり。はやて、ふたまる、こちら2人を含める。どうぞ。リザーブ2名入りました。現在、KT1人に敵1個分隊、このシステム起動
開し、旋回地にあったらレッド先方、ブルー、ヘリ後方。移動を優先しようか。23了解、23現地1人1人、コンクリート番号については内情敵排除を送れ。下窓了解。下筆算よくやりました。メグ、下4位へ。下4送れ。はい、下4。下4現在何名ですか？現在2名。2名了解、下の初代班で合流してください。はい、了解、正を目指していきます。取り付け次第さっきの敵を構成しましょうか。俺撃たれたから全員殺して。了解。はい、ベッドついてきてください。一緒だよ。話します。うん、レッド警戒砲兵、おそらくサースに敵がいる。こちらのコースですよ。ブルーエアではクラスの入るかい。はい、了解。ここで止まったら死ぬよ。行こう、行くときは。行ってダムシャー足を垂れたんで治療します。おいでよ。走れないんで。23現在 KT 人人人北側。23現在 KT 人人人左翼に着いた。これレッド徐々に押していこうか。このままいいっす。味方もいるからご注意。電車クロス、電車クロス、電車中止。ふたさんそのまま侵入も許可します。ふたじゃあふたどうぞ。処理状態だ。ムッシュだいぶ怪我しました。おもさん受賞じゃん。おくさんだ。キャンマー、はい、暑さ的にはそんなに厳しくはないんですけど、キャスプルオブルに行って一時全身中止します。受賞者多数。はい、了解。頭巻いてる。ありの待機。ちょっと1回だけ上がってほしい。
基本的にそんなに分厚くはないんで、手が。ラフター、速やかに KT1 人と挽回向けて全身制御開始せよ。こちら、フタフタ、フタバンカーに突撃了解。タイタンフル、トネの突入を命令します。何赤相撲といたのは…ショーホン、こちら、フタヨン。フタヨンも、フタフタ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 さんへ、フタさん、現時点からイースト方向、コンタクトあります？兄さん、現時点でなし、さらに送る。兄さん、全身方向、現在の分隊の位置から120、さらにバンカーがあり、送れ。120にバンカーありの件了解。分隊長、方向とかってここでできない感じですか？それはオブジェクトアウトとは別というかで間違いないです。とりあえず、人と人を、このまま確保するか。兄さん、その通り。了解。大丈夫、傷は大事、遅れ。あんまないから大丈夫。大丈夫ぞ。このまま、方100へ前進して、KT 人1人、こちらサウスイーストを確保したらよろしいか。確保します。で、以降、2人にあっては、KT 人1人、BP1 のサウス側に展開し、第一小隊の前進援護を行ってください。大事量終わり。いや、今のところだよ。4、4、5か。箇所が多いだけかな。とりあえず、人確保して、メディックヘリ呼ぼっか。この方、人、丸、前進。出ていける？了解、出てます。前方コンタクト。よし。前方コンタクトあるよ。パターン、事故してる。レフトに見える。パターンに当たったものを消えて、人。これの、サウスイースト側に向かい。オブジェクトアウトは、エネミーベース方向の、警戒を行ってください。プタさん、了解。この下も前行ってください。了解。ふた丸、こちらふたふた送れ。ふたふた送れ。ふたふたにあった KT1 人。もう檻しかないから隠れるところはあるけど、遮蔽はなさそう。ブレイク。KT1 人からさらに140度方向に新たなバンカーシリーン。警戒中。ふたふた了解。ブルに合わせるか。立っていいよ。私が一番右見るから。やりました。よーし、よかった。全身形状、グレートブルー、どうよ。高い。もうね、敵いると思うんで気をつけて。はい。OK、前へ。今のこちら兄さんをね、母さんどうぞ。KT1 人1と方位140のコンクリートバンカー、こちらについては制圧終了。現状、反撃はなしよ、俺。下に敵いるかも。下、まだいるか。右手バンカーにつけてください。下よ、バンカークリア中。はい、了解。両方位転生、090、次のスリーラインまでは行くよ。敵いるね、気をつけていこう。これ、キーマル、了解。よし、レッド行ける？出ていきます。よし、行こう。ブルー、左手につこう、後方じゃなくて。ラインで行こう。一番大事。誰でも恐れんな。ふた人、こちらふたふた参考情報、こちらの位置、サウスイーストから3発撃射撃受けるのに注意。前出るよ、ぶつ隊長。ここが俺たちの展開地だわ。よし、ブルー、このままイーストダンまで行こう、ツリーラインの。で、そこでイースト警戒。レッドになったら、このまま、20m 前進、サウス警戒。了解。影に自由射撃を許可、ただしフレンドリーに注意。終わり。二人、二丸をくれ。二人どうぞ。二人にあっては展開地に到着しました。この警戒観測を行います。そちら事後の指示ありますか？事後の指示にあっては先ほど送った通り、サウス側第一小隊の前進支援です。了解、継続して行います。二人終わり。ふたふた、こちら二人は送れんかに。待て待て待て、上空に敵ヘリあり。
けよ。さっき前に番号入ってたから人6丸だね。あの辺にホワイトスモークのところに番号あるから各員警戒観測を現に。2-3こちら2フィット。そちら2-3の50メートルほどに番号がある。敵保険しに警戒してください。そっち警戒しましょうか、ブルー。ブルーよ。お客さん、こっち来てもらっていいですか。注射撃は許可します。そうですね。ラスタで242。僕もう一本、あっちのキーいきます。242、敷地球、光線を切り上げ、バンカー、ノースレスに倒かされた補充物資、これを正確に取り戻せよ。242順に確認しておくれ。242が、聞こえるかどうか送れ。242了解した。242了解。23にてブルーオンブルー発生しているグリーンスモーク展開した射撃注意をくれ。了解、どちらから出てます？東から撃たれたとの報告をくれ。東には味方展開してますこちらから撃たれてますこれ。はい、了解。ハインドと報告ありました。北隊からです。気のせいだよ。了解。現在キャスオフライン、ま、周りにいるんだよな。この位置だったら撃たれてない。大丈夫です。目の前にいるわ。黙る、こちらから撃った。救物資にあってはパンザーバースト重要していいですか。3本あります。行って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 。ダフタパンザーバースト3本重要していいです。おそらくインストです。インスト、ちょっと了解。ダフタのみでは回収しきれないので2本と手分けして持ってるだけ持ちます。了解。2本監視引き続き続行に続行しますか。どうぞ。2本重要した AT パンザーバースト、レッド監視方位警戒。いや、気づけないですね。1-50よ。はい、でも1本ずつ。さっきのバンカー基準にそこから左側見ましょう、イーソ側。了解。ブルーンからおよそイーソ50メートルほど、尿線裏ですが、発砲所見あり。了解、その位置であればおそらく2-3の可能性もあります。判別できますか。判別不能、イエローとレーザーが飛んできます、過去味方に。了解。射撃、ミカッタ。民から撃たれた。証言が判別可能の際は、整備射撃を許可します。制圧射撃になっては許可しません。ブル了解。いや、あのバンカー変わらては。さっきから味方撃ってますけど。いや、特にパッと見いるようには見えない。なんかギター。さっきからずっと弾いてます。二丸、こちら二。BTR イースト死に光線入る。ほいはどっちです。前イースト。了解。森林内距離まだ遠いです。2-3緊急そちらの位置にイーストがでも BTR 本属して関西に注意せよ。なんか BTR で2-32-3最初の願いを。2-3そちらのイーストに BTR いる関西に2-3両警戒する。了解。この人はおーい BTR くる関西だったら150バンカー付近、味方部隊侵入中、5000人注意。ただバンカー内で敵いるね。いるんだ。了解。ライトですか。いるんですよ。とりあえず PR は…いっそからどうのこうのみたいなこと言ってましたっけ。PR 来ました。はーい。スタッフさん、ガイドビデオ配置ありました。こちら2ネガティブ。敵 BTR にあっては森林内に隠れロストしました。了解。メイク、早やって対象でゴールステーションで前進を開始します。目標にあってはもしくはアルファトレーディングションロースカの侵入を行います。早やって2-3を先頭に2人ここに続き対象を行ってください。2人よ。いるな、音が。こちら2全身不可能。イースト方向敵歩兵ホット、これと交戦中です。なんか俺たちの間の線できるかも。完全にレッド了解。
ビデル、ビデル、今の兄さん、ビデル、ビデル、ビデル、だからちょっと厳しいな。ビデル、過去、お、近づきますね。今の兄さん、直近にいた BTR を排除、さらに送る。東的歩兵集団については2個分隊規模、現在これと戦闘中のため前進は不可能で。さあ、了解。消防大地送れ。大地送れ。このサウスイースト側に 100m 遷移し、235、支援に移りたい。よろしいか。ネガティブ。2つ3、一旦ウエスト方向に下がりますか。どっち？ふたへ。こちらふたふた。ふたふた一旦光線を切り上げ、サウス周りで兄さん小ベストに移動開始してください。くれ。こちらふたふた光線切り上げる件に今回ブレイク。磯川的歩兵にあってはすでに素側まで進行して回り込んできている。そのそう、以上でサウスに回って了解くじゃないですかね。ふたふた了解、サウスに回り込みます。たくさんキブルの方行っちゃってください。AT 補給来ました。レッドリグループ2丸、こちら2丸送れ。2丸どうぞ。2丸にて30秒後レッドスモークと敵に報告支援を要請する。さらに送る。要請支援については 2-3 の位置から東側のレッドスモーク支援を送れ。了解。じゃあちょうだい。もらうわ。じゃあ俺が撃つ。俺が撃つ。支援今キャストオフライン。ハインド、ハインド、インド。キャストオフライン了解。3、交戦厳しい場合、スマホを展開して速やかにウエストに交代してください。2段、維持は可能ですが、前進するには、これを排除しなければならないため、現状では維持を選択しますので。ただ、まだ了解。ハインド、サウス抜けてったら見えちゃったな。大事な方でやってくれな。タフタ、こちらフタフタ、サウスに結構出てきます。稼働現在補給決定再編中です。はい。レッドさん、ウエスト警戒で、2番今のこちら兄さん遅れ。なんか兄さんどうぞ。こちら20、東に立つ歩兵集団が南に回り込んでいる。さらに送る。兄さんについては単独による維持が困難になりつつある。後方への転進と金が動くで。了解。2つ3、そのままウエストに向け交代開始。2つ合流してください。それこのまま3水向けたい。西へ交代。23了解。ブレイク、2対4、通信が引いてるし、この位置まで送ってる途中でしょ。インストから交代します。了解。ウストから向かってくる可能性は。了解。撃つとき十分的な服装とか銃とか見てください。なんか怪しかった。じゃあバンカーの方はクリアされてるんで、その方見ていきましょうか。140くらいかな。この CI が怪しい。あれあれ。そしたら即時退避願いたい。二三秒。あ、間違えた。あ、ビビった。入んなかった。入んなかったら死んでた。あ、メディックの方ですか。薬品ください。はい。ありがとうございます。あ、これはひどいですね。あの、味方のヘリにブルーオンブルー食らいました。まあ、5、6分くらいでした、ね。ありがとうございます。5分くらいもらいました。味方の
何あれヘリで積み木してるみたいになってる。止まる。ふたさん、先生、兄さんはくれ。ふたさんどうぞ。兄さんについては、ケンティ一人一人、貯金西の林まで交代、さら先生、東の林まで交代、さらに送る。この位置にメディックを接したいよ、くれ。了解。兄さん、言われたよ。兄さん、終わり。なるほど。いらっしゃい。ハグイメディカルチェーサーバーからディプレイやってるかい。サーバー止まったよ。サーバー止まった。めっちゃラグイ。フタマル、フタヨン、フタヨンにあの交代方向はバンカー方向、交代方向ホールグリーン了解。フタヨン、フタ人にメディを閉じ割ってます。フタ人には入ってます。了解。ただ、ふたさんの方向は厳しくて、ふたさんには補給未了です。補給未完了。了解。ふたさん、今仕切ります。はい。2023をくれ。おもせさん。はい。23について、現在位置から北東方向に若干敵あり。現在位置、北東了解。メイク、以降ですが、助走に次第、ふたまる、および、組織で前進を行います。二三にやってはそのままイースト方向のカバーをお願いします。こちらです。ダース150度のコンタクト人を困るコンタクトるよ。ちょっと不明だけ見ました。両地かあたり木の影、木の間からしか見えます。味方が今、ああ、奥旅線の向こう、うん、ベッドレス、130から140まであたりに3ピアとコンタクトしてます。ああ、ここでやり合ってもしゃあなくないっすか。ブルーレッドの後ろまで、ご主さん、ブルーレッドの後ろまで行きます。はい、お願いします。了解。最悪の両線前へ引き付けて撃った方が確実に。逆に我々側の両線まで出て待っとく方が良くないですか。完全に自動2023にあったら150のバンカーです。20KT 人引き人バンカーの付近に敵の榴弾と思わしき爆発複数あり、中隊本部が攻撃を受けています。遅れ。お、いたまだ了解。ちょっと中隊本部でその方向が来ていません。メイク、ふたさんへ。兄さん、これイースト方向は最大層ですよね、ふたさんで。どうも。兄さん、ネガティブ。東との交戦一時中断してバンカーまで下がりました、これ。ふたまず了解。ひとやんばる、奥の両線、敵部へ、2名。耐えて。了解です。ネガティブ現在治療中行動さっき俺らが了解。両線から敵がかなり南下してきてる。南下じゃねえ、ウエストに
あの送信してきてる。ワンスクワットより多い。ここまずいね。後期を一緒ね、これはさすがに。交代するよ、100メートルウェストへ。了解。ブルー、オレンジのウェストにあるオレンジの基盤の下まで行きます。よっ。さあ、そこまで行こう。第一、放線開始のため一時交代します。了解。ミートさん来てますか？はい。みんな逃げておいで、生きてる人間。とりあえずそこでリグループしましょう、この。ここで。ブル集合完了。了解。決め手さんがレッドリードが行方不明です。決め手さん来れる、ここまで決め手ー、下丸、こちら逃げてこい、ウエスト出してこい、あと 100m。 頑張れ頑張れ、ホップでいい、ホップでいい。了解、味方から逃げてきてるんで雨分けになって、下丸、こちらフタフタ、OK。 ブルー、人号丸方向警戒監視。人号丸、了解。ヘッドの残存もそのようにします。あれ、足踏んでたら足しびれていた。こちら、ふたふた、ふた人遅れ。ふたふたですが、ふた丸の位置。敵にめった打ちされてるのを知り、ふたふたも交代したのですが、ふた丸の安否わかりますか？我々もピンダウンで交代開始しました。おそらく同時にふた丸も交代したと思われますが、詳細不明、こちらの独自の判断です。こちら、ふたふた了解。2人に会った一応2丸展開していた地点警戒してますが、ちょっと見えないですね。ふたふた警戒干渉を継続願うブレイク、2丸こちら2人。予選まで出ます、出ますか、大変なんじゃないけど、ホップでなんとか。セールからちょっと顔出す、ダメだって。了解。こちら二丸です、どうぞ。二丸、二人です、遅れ。どうぞ。そちら、小隊長の安否確認できますか？現在確認できておりません。一時的に小隊長が引き継ぎます。了解願います。事後の指示求める、二人。二人、現在位置で前方と戦闘継続、警戒を取ってください。警戒方位、サウスイースト、イースト。了解、警戒監視、警察、二人終わり。手元まで木が生えちゃってて、トイレに行ってもいい？二人、こちら二人、どうぞ。はい、すいません、警戒方位はそのまま。はい。これ無理だ、これ、そんな前出なくていいや。後ろの方で、モグラたまに。前出たら死ぬよ。いたぞ、あれだ。こちらふたふた、はい、こちらふたひと、こちらふたふたです。前回昇降状態のためふたまで展開してた市場で最前進化のですが出ますか？あ、たまがしたルーサーが出そうです。それはふたひと当てですか？そのためなら、そうですね、ふたまで取れない。ありがとうございます。二丸の小大陸総現在取れますか？取れますよ、二丸です。あ、ごめんなさい、では二丸当てです。二丸一まで前進した方がよろしいか？二人、あ、二二こちら、二二したら二丸一まで前進して小隊長の安
安否を確認してください。こちら二二了解した。二二前進します。二人今詰め替えてます。二人が前に上がるから、二人が前に上がるから二人援護しろって。よっ、二丸、こちら二よ。リザーブ隊です。これまあこの位置からできる範囲でいいよ。了解、ブル少し上がって、ナマケさんのあたりまで寄せ使いましょう。僕でブル、あ、むしろワンマグでーす。ワンマグ4444444。あの辺から敵出てきてたんで撃ってました。影、あ、レッド、ホールドハーム。ピースファイアだね。ホールドアームは撃つなだわ。間違ったわ。ピースファイアね、了解。ピースファイア。影、シースファイア。敵見えてるっていいっすよ。ショーンおよび第2あて第1にあったは構成終了。了解しました。全分隊 PL2 に再度展開を開始。第1小隊の負傷者がめちゃくちゃ多いため、これの救護のための援護を行います。了解、ちょっと前進しよう。了解、ブル了解、レッドよく来るのを待ちます。体型タックと同じ、コンバット10上げ前進ですわ。2320遅れ、プロクション2023遅れ、遅れ23。現在 KT 人人人バンカー付近展開中、続けて送る。前方からの射撃がやんだ、前進可能である、遅れ。了解、 PL2 上り待機せよ。 PL2 へ移動。20了解、日程線23了。続けて24についても随行して移動するとのことです、遅れ。いやーもう助かねえな。あー、お疲れ様です。2423への追放が最後ろに向かったからは、ね、左って見えてないと思うからね、気をつけて。二丸から二人ありがとうございました。 PL2 まで展開してください。よし、じゃあ釣りライン、さっきの釣り屋まで行きましょうか、行けるなら。了解、出て1個前出ますか。警戒方向で150、130。了解、これ使ってるかな。いや、2丁オッケー、奥さんもこの来ていてください。これさっきと同じ場所でいいや。さっきと同じところでいいよ。そこで2人ついて、で左右分かれてみてください。左手は奥さんで、あっちのバンカーのあたりから敵に持ってかれて、下回りより各分隊補給物資等必要な班ありますか。補給必要いらないよね。ヘッドはいらない。第一なし。第二やってもなし。奥さんがディスコネクト。23 AT がないため、これの補給は必要。それ以外なし。ブレイクします。23、24。現在 AT 補給中しましょう。できます。今これ。今先生23了解、感謝します。ここも出た出た。以上24。ルージングコネクションだからディスコネクトではない。黙れ。ヒック来た。いや、あれヒューイだよ。あれ？セッションコンリングどうなんですか？ヒューイですね。ですね、びっくりした。僕の目おかしくなったと思った。なんかね、ポリゴンが荒くて、分かんなくて一緒。まあ確かに、見分けはつきにくいっちゃつきにくいので。社会さんじゃん。ピッス、元気元気。了解了解。え？もう気づかった何？じゃあいいじゃん。なんか見たこと取り付いてるな、元気そうになる。俺全然聞こえてなかったよ。怪しいな、突撃勝負やな。私は右手見てるわ。15分前から生きてるよ。つこうよ。つまんな、まだ命令が降りてきてないんや、中隊から。いや、もういいよ、中隊は。切り捨てよ。中隊よくね。2023遅れ。どうぞ。23、さらに前進したいよね。2人やっても同様、さらに前進したいでよろしいか。
兄さんにやってたその通り。聞いたらしい。兄さん、詳細を送る。前方コンクリートバンカー周辺に対して、おおむね敵の掃討が完了。現在、接敵なし、前進可能。おむね。了解。スタンバイ。スタンバイじゃねえ。はい。現在、オブジェクトアルファイド攻撃を開始する。現在、オブジェクトアルファイド攻撃を開始したよ。やったー各員、ほい、ふた、あ、ひとふた、丸方向、釣りなめ前進、確定了。了解、前進します。では、レッド先方にブルー右手つきましょう。ブルー右手了解。警戒方位、ブルーにあったらひと号丸、レッドにあったら前方。了解。ブルーひと号丸、了解。え、誰か死んでない死んでない、死んでないです。頭巻いてるだけです。行くわよ。はーい。第一、前進開始。長い。各分隊、連携を見せとし、結構分隊だけで補充しないようにしてください。第二、了解。第二、補給完了。これより前進開始。はい、了解。これバンカー取り付けますか。いや、バンカー取り付けは大事に任せよ。バンカーの裏に敵がいる。裏に投げたい。両いいよ。いいね。なんか小銃的弾撃ってる可能性があるんで弾薬のチェック厳密に行ってください。ないでよ。これ散水しとけくらい。ふたの台にふたふたへ移動方位訂正140レタ先方ブルー左手後方へ、はい、釣りラインそう言いながらそこの前の決まり行きます。了解。現在キャスオンラインです。それと現在ふたふたの、受賞者ブルー経過方位にあったバンカーさんが経営されました。ブルーバンカー了解。こちらふたふた確認しております。申し訳ない。釣り合いに到着しました。もっと前進しますか。このままさイースト側見れるところまで前進しましょう。了解。二人ごめんなさい被るけどこのまま一緒に行きます。あ、もちろん。もうちょい前行くか。処方大丈夫で、どうぞ。このままインサーションウエストから侵入開始でよろしいか。遅れクロノティブ了解した。このまま第二と共同して第一になったらこのまま侵入開始するよろしいか。遅れさらにお願いします。何か2、3、2、4にあってもよし。じゃあこの第二を先方にちょっと侵入許可します。2、3、2、4に侵入許可します。了解します。よし行くよ。第二続け。第二左後方へ。第二対立さんとそのままブルーAR負傷したんでブルー先行ってください。よっよし、こっから歩きだ。前が歩いてるからだ。了解。歩きで左手注意して前は味方見てるわ。左味方いますね。おや、いいね。じゃあ前だけ見てれば OK です。ふたばる、こちらふた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 にあったインサーションポイントウエストまで展開完了。ちょっと一番やり突撃可能です。行こうぜ。了解。ふた人もすでに準備可能って思ってます。ふた人も死に可能の準備 OK ですか。可能です。了解。その途中に開始してください。大地寮、侵入開始でよろしいですか、大地も。その通り、ふたふた、ふた人とも突入開始です。大地寮、侵入開始。入れ入れ入れ、お前ら第一番だ。ふたふたにやっても侵入開始。もうチームなんか気にすんな。バディだけは崩すなよ。よし、マックスさんともさ、割り組んで、もう、はい、ギターどんどん打っちゃっていいよ、どんどん進んでいい。これ3人で固まるぞ、これ3人で固まる。単独行動じゃなければいい。行くぞ。行くぞ。左に向かれないね。境界サウス的車両。サウス的車両。サウス的車両。了解。レッドサウス重点警戒。レッドサウス了解。レッド。境界どこ？そっちか。ふたまでに二人から順に一旦住所確認してください。はい。こちらの方で交通。
第一ビリーです。内部に敵シェルあり、こちら排除します。了解。フタフタ交戦中です。レッド AD シュー。はーい。ほんぶんね。レッド東区航空せよ。たまるこちらフタフタ。ラムシ無事。フタフタどうぞ。フタフタにて、これは BTR 破壊。なお同時に境界も破壊してしまいました。よーし、了解。了解、了解。このまま。ああ、サムズアップ。ああ、第2障害だし、第2障害。埋まった兵士がいます。車両のスイッチとテックらしい。特に困んないんだけど。今のこちら23音で23どうぞ。23先ほどのゲティ人北東バンカークリアリングの際1名 KIA 稼働6特定。稼働6了解。高速船の受賞者いますか。23なし1名了解。了解。ちょっチクス、こちら2第2分隊やってサウスイーストとリバースカットと交戦中。ブルーサウスイーストと了解。敵ブレイク第1隊各隊へ。お現在展開して上半身のサウスイーストから成果証拠を取るわけでは。第1隊がリベンジに来てくれします。ブルーシアファイザーに出てくれ。ロックさん置いてきちゃったんですけど大丈夫ですか。はい、ここ着くぐらいだったらそこの前行きませんか。前行く。そしたら左。いやそうか。二人および二人へ。あ、いや家見えてなかった。オブジェクトより南進、オブジェクトブラボー外周まで前進し周辺の警戒を行ってください。内部の制圧は対象で行います。ロックさんやばそう。戻りましょうか。戻りますか。あれあれだったらしょうがない。レッド、一旦サウスの警戒をアボートして、ボックさんの迎えに行きます。SF 呼ぶなら僕もチーフ欲しいですね。うん、大丈夫。レッドですね。遅れ。レッドにて、使用必要なもの2名出ました。一応受けてよろしいか。あ、どこもちろん、近場にメディクいます。わかりません。行ってみます。僕のこと言いました。僕さんそこいますよ。流入かなり大きいです。すいません、僕さっき自分の治療しました。メディさんは下から白水使う。メディレッド近寄りメディ来ました。左っぽいですね。了解、止血は何とか可能か。そうですね、大丈夫。了解、じゃああと制圧後にメディ来る。了解、キーハウスの攻撃でここも両方のように終わり。急に撃てるとしたら我々だから。このまま応じてくと、ブラボン、エネミーベースの攻撃動作を行う。
何番まだどこか降りてます。はい、さあこの位置で攻撃します。スタヨンはあの稜線の向こうでドンパチやってんだろうなって感じです。いつまであの来ないな。大角よきしね。かオブジェクトブラボーへ行けって言われたんで道路上行きましょうか。とりあえずメディック要請したいんで道路上出るグループ。セーフいた。あいつだ、殺そう。了解。見なくなっちゃったな。あんまサウスに顔出さん。2023で進化しよう。セーフどこ。あ、トポレさん、トポレさん、死にください。はい、合流しました。あ、了解、じゃあ、治療受けてください。はい。消防大臣、大臣あたりメディックにちょっと治療受けてから前進します。はい、了解です。あ、僕さん、あそこかな。ちょっと。何取りは。二丸こっちだ。スタッフ全身開始。スタッフ。二窓より全体やって、すでにブラボー、こちらブラボー内部に大小で行っていくといいです。少し注意してください。あ、ひどくやられてますね。大丈夫。ドラえもんになっちゃいました。あ、サブってます。あ、これフリップで。あざん。おいしい。ラムシャープ。オッケー。じゃあどうも。イーストが。はい。ヘッドしました。イーストが向かって。では道路上の、車の残骸あたりブル集まってます。そこへリグループ願います。あ、見えた見た。了解。ウエストから進みます。はい。では道路の進んでいきましょうか。前方フレンドリーバンカーです。ご注意。ではレッド先方ブルー。好きなように。第一分隊に対してノンスクリーンの味方だって伝えてください。ブロンブルー2回からグリーンスモーク大丈夫。俺たち先行かなくてよかったね。なんか第一からブロンブルー食らってるって。メイク早く2つ早い大所で全体やって内部の侵入も許可します。その際内部サウス側から早く大所隊が浮上してきています。少しに注意してください。分かってます。予選手前ぐらい登っちゃいます。サウスウエスト140度方向入るよ。各隊方位転身240もう行ってるね。優秀。ふたまるこちら、ふたふたにあったパースがオブジェクトエネミーベースから第一小隊のブルーオンブルー受け、一目 KIA。 ブルーオンブルー、一人死んだ。ブルーオンブルー、ブルークしないで一体どっから入るの。そうだ、了解。グリーンスモーク行こうか、あの目の前の。そこそこ了解、中侵入してます。 OK、行っちゃっていいよ。はい、左側つきますね。いるかもしれないけど、警戒だけはしておいて、家の中とか、パロとか。なんか HQ が上でボードしてるけど、まあ気にしないでいいよ。じゃあこのブルマンのいるらしいから警戒。窓この近場のバンカー見よう。とりあえず敵いるかもね。伏せてるかもよ。え、今のこちら兄さん送れ。今の兄さんどうぞ。ドア開いてるので見かけない。兄さん、エネミーベースオブジェクトブラボーを時計回りに南側へ台しクリアリングを実施し、周辺敵なし南から侵入する一小隊に注意願いたよ。はい、了解。こんばんは。こんばんは。今日は来れました。大さん、この辺で停止しておきましょうか。この時どこにいるかわかんない。もう大丈夫そうだね。あたふで4度が来るように、そこでまた整列しましょう。はい、あたふで行きましょう、ウレット。
まだいいよ。はい、了解。ほら、整備品、整備品。お、いいね。え、なんかしかもこれ最新式じゃん。こうやってこの家を使ってんの。やば、受けるー。なんか俺 AT まで背負ってんじゃん、気づいたら。忘れてたわ、もらったの。大事弁定書、入ってるけど。クリアです。このままとか使っちゃっていいよ。あれ見えないな、あれじゃん。はやて、全体当て。プロジェクトブダボー中央部、赤い旗の下に集合お願いします。旗下集合だって、大丈夫。はい、そうだよ。ふたふた、了解。なお、ふたふたにあった KIA、ふた。ふたふた、KIA、ふた、了解。ふたよーし、と。はい、1名、了解です。大臣、KIA です。これ、ちょっと、焼かれるかもしんないから、他のところはいない。2023お疲れ様です。お疲れ様です。2023遅れ、23どうぞ。23について集結完了。さらに送る。戦死1、重傷5、軽傷1、遅れ。はい、戦死1、了解です。じゃあ第一小隊の損害は、あ、そっか、死が死んでるかな。片ヒット KA、 作業報告通りゼロ。了解。OK、優秀だね。こちら、ふたふた。KIA については、人が、ブルーオングルー、もう人がモルヒネ中毒によるものであります。まだ了解です。第3分隊は一番気合いだ。2全集合。じゃあ、残り1つを頼んで、これより2球団は回避な。あ、いいね。俺らが優秀すぎるからね。優秀すぎたな。プリン返します。足やられちゃう。見ろよ、この統率力。なんだ、紹介や。見ろよ、後ろ、物体の統率力。見ろよ、つったけど、誰か後ろ振り向いてたわ、ごめん。はい、第一でーす。はい、どうぞ。1、分隊長、復活しましたわ。はい、どうぞ。部隊は、損害8名でーす。それじゃあ、損害8名。元の待機地点で激戦が起きまして、あ、これでだいぶ、うん、そうそうそう、1、2、3コースの戦いで後ろで手榴弾が爆発してね、島風さん死んじゃった。 あとここの、このクリアリングでもちょっと死んじゃったかな。あ、なるほど。まあ自衛隊はですね、ロシア人のロシア人倒して、ロシア人の電話を買いました。これから皆さんにはあ、全部やれた。国際問題だ。国際問題だろ、これ。あれ、聞いてないんだけど。これ、誰だ？あれはまあ、ちょっと。これ誰か倒れてる。避けるでしょ。なんで倒れてんの？ああ。ああ、なんだ。あ、これ敵だ。いろいろ他の分隊の統率を、俺たち完璧だろ。みなさんお疲れ様でした。我々は最優秀です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
疲れ様でした。お疲れ様でした。